カタセツム属は卵化植物の一属。卵化では珍しく花が単成で、雄花と雌花は全く形が異なる。ニセリンは、普通は防水型に肥大し、大きく重い。ニセリンには、数節が含まれる。葉は数枚をニセリンの先端につける。葉は、平行脈が目立つ質の薄いもので、柔らかくて、ひだが多い。 寒気にはこれらの葉は落下し、ニセ休憩は棘のある質の薄い葉晶に包まれる。花系はニセ林憩の基部から出て直立するか球状に垂れる。開花は日本では秋でニセ林憩が充実したところで花が伸び始め、前後して落葉が起きる。花はすべて丹性、つまり尾花と芽花とがある。これは蘭花全体でもごく珍しいものである。 普通はこれらは別の家系に生じ、またお花の方がはるかに多くつき、雌花は数が少ない。お花ばかりを咲かせる例も多い。また小さな株ではお花を大きくて、日当たりの良い株では雌花をつけるとも言われるが、混成したり中間的な花をつける例もあり、いずれにせ横のことが分類に関して混乱の材料となり得る。死有の花は構造が明確に異なる。 お花の場合、種によってその形は変異は大きいが、共通する面白い特徴として、随中の両側に触覚状の突起があって、それが新弁の中央のくぼみに向かって伸びている。これに触れると粘着板を持つ花粉界がバネ仕掛けで飛び出すようになっている。花色は緑、黄色、褐色などで彩りの派手さはないが、その姿は珍奇なものが多い。 ただし花の寿命は短い。雌花では学編、側花弁は小さくて肉厚、新弁は袋状となっており、またいずれも、意味どり色の花で種による際は、あまりない。また雌花は半開きに普通は倒立して咲き、袋状の新弁は上を向いて、ヘルメット状となる。学名はギリシャ語の型と、ラテン語のセタからなり、大花にある触覚のような構造にちなんでいる。 中央アメリカから南アメリカの熱帯域と、それに西インド諸島に分布する。比較的低地に生育し、特に浮きと寒気がはっきりしている地域である。約100種があるとされる。溶蘭として栽培される。略称は CTSM である。広く普及しているものではないが、荒廃品種も作出されている。陶器には落葉して休眠するため、水を控え。 肥料も与えないなどの配慮が必要である。以下、主として、園芸植物大図鑑 P2755 から2756、唐沢監修 P95 度橋、P244 唐沢、P136 岡田 P144, 唐沢監修 P95 度橋、P244, 唐沢監修 P95 唐沢、 P136 岡田 P144 四土橋 P244 ありがとうございます。